スタンドアップ VTV 034第34回です。今回も安定のトレード開封動画をお送りしていきたいと思います。今回のトレードの相手はお二人で、荷物の方が3つ届いています。では、まず1人目の方、こちらです。512123ですね。512123です。はい、で、こちらがの方が1つ、そしてもう1人、YouTube アカウントカズキ110101015さんです。これ初めあの見た時カズキルですね、010105さんかと思ったらカズキ110101015さんですね、はい、この方が2つ荷物となっております。ということで、まずは、ムーンさんの方から、開封していきたいと思います。このように郵便で送ってくださいました。では早速開けていきたいと思います。主婦からちょっとこういうやつ食べないと開かないですね。中身の方はこのようになっております。マコ襲来の空きパックですね、の方に、入れてくださっています。これあの今ちょっと気になったんですけど、これ上ですよね、下は開けてないんですよね。皆さん上を開ける派ですか、下を開ける派ですか、それともこう横からピキッといくタイプですか、裏をパカッと開けるタイプでしょうか。皆さんいろんなタイプがあると思います。ちなみに僕はですね、基本的には下ですね。パックを開けさせていただきまして、こちらオリパのようですね。ではまずオリパの方から開けさせていただきたいと思います。緑のスリーブに入れてくださってますね。では、1枚目アラバスターボール試練の騎士からハット2枚、そして、探求の騎士からハットが2枚、そして、ダイナマイトジャグラー、レインボーマジシャン1枚、ギガンテックトーサー、ありがとうございます。1,2,3,4,5,6,7,8枚のオリパの方を入れていただきました。はい、それではメインの方行きたいと思います。エイジングフレアドのカードです。結構今あのカゲロウでは人気があるカードですね、はい、こちらの方が1枚、そしてもう1枚、2枚ですね、はい、ちなみにですね、ブリージングフレアドラゴン、これ確か SP ありますよね。 SP の方募集してますんで、お持ちの方はぜひ、取
レードよろしくお願いします。はい、そして、もう一つがダン騎士王アルフレッドという未だに人気ありますね、こちらの方だから、はい、こちらとドンナイトメアドールアリスですね。このアリスはとっても嬉しいです、ありがとうございます。今ピールムーンのデッキを組みたいので、アリスを集めています。それではこれがですね、ムーン512123とのトレードでの開封動画になります。次が2つですね。 YouTube アカウントカズキ1101015です。久々にちょっと揺れましたね。体感できる揺れが今ありましたけど、多分どこかでは大きな地震があったんじゃないかなっていうふうに思う。横揺れだったんで直下型ではないと思います。はい、中身はこのようになっております。ではこちらの方もダブルレア以上123456枚ですね出ました。1つ目の封筒です。そして2つ目の封筒の方を開けていきたいと思います。
一つずつ、やっていきますね。ありがとうございます。そしたら、突風の陣が1枚、そしてツインブレードは1枚、あ、2枚ですね。ツインブレードは2枚ですね。そして、フローラス、ドリンザスラスター、そしてクリムゾンビーストテーマ、先ほどもありましたね、クリムゾンビーストテーマ2枚目ですね。そして2つ目のパック開けまして、はい、ドラゴニックオーバーロード、コスモロード、ギガレックスが2枚、そしてバトルシスターショコラ、バスカーク、これも嬉しいです。今グランブル組もうと思ってるのでこれも嬉しいです。そして、最後のパックです。冥界の催眠術師、これも先ほどありましたね、はい、ここにありますね。冥界の催眠術師、ドラゴニックオーバーロード、これトライアルデッキ版ですね、の光ってない方です。で、新作の騎士からハットで、ルインシェイド、満月の女神つくよみということで、はい、ルインシェイドとかこの今はですね、もちろん全部嬉しいんですが、このナイトメアドールアリス、あとはクリムゾンビーストテーマとかですね、あとこういう催眠術師バスカーク、この辺りなんかは嬉しいですね、とっても。はい、ということで、こういう形で、フレアドラゴンなんかも結構いっぱい来てましたが、今回はこのような形で、トレードの方をたくさんさせていただきました。今回のトレード相手の方が1人目、ムーン512123、そして2人目が2つ来ましたね、YouTube アカウントカズキ1101015さん、はい、ちょっとピントが悪い、はい、ですね。このお二人の方とのトレード開封動画の方をお送りしました。それではまた VTV ライド。